手抜かなくていいんですよ。本気のサーブをちょっと見せてもらいたい、はい、よしよし追加はない。さあこれからいよいよ卓球対決となっていきますけれども、はい、キニグさん卓球の経験はおありですか？あ、もちろんです、はい、もちろん。あ、そうなんですね、はい、対戦相手元日本代表選手石川佳純さんですが、勝負への意気込みはいかがでしょうか？めちゃくちゃ自信ありますね。あ、はい、いつだったかなあれは、はい、ちょっと温泉行った時に、はい、卓球の練習しました。あれ6年前でしたかね、はい、この日のためにあったんだなっていうのを今感じました。あの時思い出して、6年前の温泉行った時に卓球台があって、あそこでやったあれを思い出したら勝てるんじゃないかなと思ってます。はい、でも皆さん改めてお二方の対決どんな感じになりそうだと思われますか？じゃあ番劇にならないように一つ、はい、いやいやいや、はい、頑張ってください。大丈夫ですか、ね、はい、いやここはもう本気でね行かせていただきます。はい、はい、そして石川さん、芸人であるきんに君さんとの対決となりますが、はい、元日本代表としてのプレッシャーっていうのはありますか？はい、ゼロプレッシャー。あうまいですね。ちょっと石川さん、はい、僕よりお笑いを取るのやめてください。はい、ゼロプレッシャーということで、さあ一体どんな勝負になるのか、ぜひですね三浦さんそして皆さん熱戦をお見届けください。ではですね、ルールご説明させていただきます。通常の卓球のルールと違いまして、7点先取で行っていきます。7点先に取った方が勝者となっています。なおサービスは1点ずつで交代をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もうこちらかなりですね石川さんに有利なんじゃないかなと思うんですが、筋肉さん本当に大丈夫ですか？はい、大丈夫ですね、はい、自信あります。あ、だから一応、まあ、一応こうないとは思いますけれども、はい、今日僕多分これですごいいいとこ見せたら、はい、まだ分かんないんですけど、パリオリンピックに呼ばれる可能性があるんで、スケジュール開けてます。はい、パリオリンピックのスケジュール開けております。はい、そうなんですね。さあもう本当に自信があるということで、三浦さんちょっと微笑んでご覧になってますが、本当にこの行方はどんな感じになりそうなのか改めて。見えてますね。はい、ありがとうございます。はい、ここまで、ね、おっしゃって見えているということなんですが、はい、ありがとうございます。さあそれではお待たせいたしました、石川佳純さん対中山きんに君さんの卓球真剣勝負、まずは石川さんのサービスでスタートです。お願いいたします。さあまずは石川さんに1点入りました。さあでは参りましょうか。では筋肉さんのサービスです。お、どうだ。あ、ラリー続いてますよ。すごいね、すごいですね、すごいね、はい、来ましたね。ちょっと石川さんの表情変わった気がしますけれども、参りましょう。さあ、これは実力ですね。石川さんに1ポイント入りました。さあ今2-1となっています。さあ筋肉さんのサービスです。おお、ラリー続いてますね。おお、よっしゃー、ほんとかね。お、手抜かなくていいんですよ。お願いしますよ。さあ石川さん、そろそろねエンジンかかってくるじゃないでしょうか。あ、もう構えが違います。お、あーしゃー、あれあら、しゃー、どうしたんだ。お、どうしたんだ。どっち、そっちか、はい、はい、さあまさかの展開ですがどうでしょうか。お、お、あー、あー、やはりね、いやー、やはり実力がやられた、見えてきましたけれども、あのボールがちょっとないんで、そろそろ、あ、そっちか、本気のサーブをちょっと見せてもらいたい。あ、ちょっと見てみたいですよね。本気のサーブさ、石川さん本気のサーブですね。終わりました。じゃあ僕も本気のレシーブというんですか、行かせていただきます。おおおーし、よしよし
一応はい、いやパリオリンピックノーカウントで、もう一回あの私ちょっと審判やってますんで、はい、今のノーカウントで本気のものを、本気のサーブをもう一度、本気のサーブもう一度じゃ、はい、あ見事ですね。いやーやっぱりですね、本気のサーブだと違いますよね、はい、キニ君さん、ちょっと石川さん本気出してきましたけれども、本当にこのままのルールで大丈夫ですか、はい、いやこれは何としても勝たないといけません。僕のパリオリンピックがかかっております。なのでハンディをもらおうかなと思ってます。はい、やっぱオリンピック出場のためにはそうですよね、ここでアピールしないといけませんので。ありがとうございます。ではですね、はい、ここで提案がございます。実はこのようなものをご用意させていただきました。はい、さあ特製巨大ラケットです。こちら当たる面が大きいので防御力大幅にアップいたします。そして石川さんにはこちらのラケットご用意いたしました。はい、こちら大きな穴が開いています。穴開きラケットです。いやこれラケットの面に穴開いていますのでかなりのハンデとなりますけれども、さあきんに君さん、ちょっと質問いいですか。はい、これ両方ともハンデっていうことですか。いい両方ともやりにくいというそういうことでございますね。はい、いや、きんに君さんにはですねちょっとメリットあるかなと思って用意させてはいただいているんですけれども、きんに君さん、こちらの巨大ラケット使いますか、使いませんか。あ、おいおい、さあ俺の筋肉、さあ聞かれてるよ、このラケット使うのかい使わないのかい、どっちなんだい。使わない。パワー、使わない。で筋肉、筋肉に一度だけ使ってみようよ、どんなものか。そうですよね、いや僕は使いたかったんですけど、筋肉に聞いたら使いたくないというのを、これ筋肉は冷静に判断してますね。あ、冷静に筋肉に忖度が効かないということでございますからね。忖度効きません、ピポパピポパポ。でもこれ一回ちょっとどんな感じになるかわからないので。そうですよね、こっちだって一番のポイントに穴開いてますよ。石川さん穴開いてますけど大丈夫ですか。大丈夫です。あ、大丈夫だ。このなんか見た感じも圧力になるってあの逆に力入るかもしれないんで、はい、そうですよね。さあ真剣勝負から一転ハンディキャップマッチとなりました。これ戦況に大きく影響するんじゃないかと思いますけれども、三浦さんこのままでちょっとね見てみたいですよね。はい、1回だけ、はい、オーラケットで。さあ筋肉さんの大逆転なるか、はい、巨大ラケット対穴開きラケットハンディキャップマッチとして卓球対決では再開です。お願いいたします。おお、わー勝てるじゃないか。いやーやっドローですよ。やっぱりですね、面が大きいと違いますよね。僕は本気で勝ちますよ。はい、忖度なし。ずっとそれでやる。はい、僕はじゃあこれでも大丈夫です。はい、さあじゃあ石川さん参りましょう。おあ、はい、5-4です。さあ5-4です。これさえなければ7点選手ですからね。そうです、7点です。やばい、7点選手。はい、いやドキドキしますね。僕はサーブですね。さあでは、はい、じゃあ僕からサーブですね。筋肉さんのサーブとなりますね。持って、はい、持って、いけます。僕からサーブで、はいはい、はい、ではお願いいたします。やばい、ギリギリ、よし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 、今ネットに。マッチポイントです。石川さん6ポイントを取りました。いきます。よっしゃー、はい、いやー、いい戦いだ。はい、やっぱりハンデ大きいですよね。はい、さあちょっとドキドキしてきましたけれども、これちょっとだから僕あの今ねそのフランスに行ってショッピングどこに行こうかなとかちょっとそういうのが見えてきました。よし、試合中にショッピング行くんですか。いやもうだって代表に入ればこっちのもんなんで。あ、なるほどなるほど、はい、それはもう自由ですよ。はい、いきますよ。さあでは参りましょう。うわー、はい、残念でした。石川さん7ポイント石川選手の勝ち。ゲームセットです。勝者は石川さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー本当いい勝負、激闘でしたけれども、はい、お二人からですねまずはコメントいただきたいと思います。勝者の石川さんから、はい、お願いします。
いや、めちゃめちゃ真剣にやりました、うん、中山さん本当に6年ぶりとは思えないめっちゃお上手ですね。あ、本当ですか、はい、いや、そう言ってもらえるの大変嬉しいですよ、はい、石川さんに、はい、なのでパリの次のロス目指してもらって あ、そうですね、はい、ちょっと今ね、やっぱり石川さんに言われたんで自信もつきますよ、はい、はい、いやでも本当にいい戦いだったと思うんですけれども、惜しくも負けてしまいました。筋肉さん、はい、いかがでしたか。はい、このラケットさえ使わなければ、はい、勝てたんじゃないかなと、はい、そう思いましたけれども、はい、でもなんかね、言ったらもう世界のトップの卓球選手だった石川さんと同じ卓球でね、ちょっとラリーちょっとでもやらせてもらえるということでもう大変光栄でございましたので、すごくいい経験になりました。そして今やはり改めて思ったんですけれども、いろいろ今動き回りましたけれども、本当にゼロプレッシャーだなと、はい、これがやっぱり僕腕回りが太くてキツキツのスーツで動きにくかったらこんなにいい勝負できてないぞというところ改めて気づきました。はい、ありがとうございます。いやもう本当にいい勝負見せていただきましたけれども、上野さん改めてお二人の奮闘いかがでしたでしょうか。あ、もうこの企画を聞いた時にどうも、はい、ダメだろうなと思ったんだけど、思いのほか盛り上がりましたね。いや楽しい感じでしたね、本当にね、はい、はい、筋肉のおかげですよ。いやいや、もうありがとうございます、はい、素晴らしい、楽しくやらせていただきました。いや、ありがとうございます。皆さんに盛り上げていただいてのゼロプレッシャースーツでの卓球対決、いやもう本当にお二人ともスーツ姿とは思えないほど軽やかな動きでプレーをしていただきました。改めて筋肉さん、石川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで以上ゼロプレッシャースーツ卓球対決でした。